ベスティーにしてでもなんか地味だね。ちょっと難しいよ、まあ、シンプルすぎたかな。もう見るとやっぱね、暗いんだよね、うん、まあ、暗い男も暗い、うん、控えめな感じが出てる。まあでも、まあ、まあこの3人が担当するか。俺女も行くわ。はい、行きます。じゃあ俺も行く。行きますか。みんなやっぱ普段派手だから、うん、全然違和感ない、こっちの方が。あ、確かに。俺が、俺、うん、寂しいもんな、これ。寂しいって思っちゃってるだろ、もうね。女物をメンズにしてしまう、この能力。この能力、変えちゃいじゃない。メンズにね。そうそう、変えちゃいじゃない。女が変えちまう。じゃあ、大輝は何でサメにしたの。サイズがねえ。あ、サイズがない。で、ターボーは俺はやっぱ派手でしょ、うん、青好きだし。おお、そう、メンズにしてしまう、これ、うん、なるほど、うん、で、俺もあのみんなのバランスを考えて色をね。俺もなんかすごい派手だからいいなと思って夏っぽいなと思って。で、正義が全員並んだ時に、うん、多分必要なの。そう、バランスを取るんですね。そう、これでね。で、リボンは、うん、何でもなんと、もう怒ってる。彼ボコです。リボンブチ切れっていう動画になってる。かっこいいよ、絶対かっこいいよ。いや、いけると思うよ、でも色的にあれだね、黄色系欲しい。確かに、正直。てか青多いな。翔太多分色変え、うん、翔太さっきは着替えますか。着替えますか、はい、ちゃんと茶番がふざけた。ますか。いや、バランス考えたもんな、俺ら。いや、いいじゃん。考えた結果ですよ。超ナイスアイデアだった、うん、本当になんかね、エスティっぽくなんか逆に、うん、こればっかだったら結構、全員俺だったら結構しかも待って、これ限界みたいな色だから、ね、あと全部同じよね。もう、リトルでしょ。いや、これもう、これ完璧派で可愛いです。他は変身しますか。変身しましょう。変身。はい。ケツ触んないで。感じた。オッケーです。ありがとうございます。翔太がほら浅草の知識を教えてたんですよ。あ、はい。みんな知らないから。こちらですね、煙を浴びて邪気を払うっていう行いがあるんですよ、ここでは。ただちょっと煙出てないんですけど、ね、現地の人そういう職の方ですよ。そういう職の方です。ありがとうございます。管理職だよね、ここ。あ、ここにいるから。ここにもほら、いい感じの人たちがいる。何もね。何か起こせ。どうだよ、何も。あ、なんかあそこで店取った。なんかあそこに、なんか。ああ、じゃあこれズームでいいでしょ。ズームでなんとかなる。ズームでやらなくていいんだ。早く。あ、いた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 。あ、いた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 。あ、オッケー。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 グッド。今からおみくじ引きます。前に見て聞きよね。上映会みんな引いたから。あ、俺は、はい、100円をね。よっ、できました。ね、85番。85番じゃん。大吉だ。え、大吉だ。大吉、大吉だ。大吉だ。やった、やった、今年でき、開運、開運した。あれ、やばかったのにね、初め1月笑いで開運したんだ。そうだ、大吉役割った。今のこの喜び方が超キモかった。もう素でしょ。素のやつでしょ。やばい。浅草名物らしいんですけど、もんじゃまん絶対うまい。俺はうまい、絶対うまい。食べましょう。はい。この。うわ、やばそう。湯気うまい。湯気やばい。うまそうに割るな、お前。上手だよね、お前。いきます。ザ・モンジャ。うまっ。うまっ。上辺も。はい。うまっ。うわ。え、これ、これで大食いやろ。いただきますね。やるじゃん、やるじゃん。うん。マジやるじゃん。もう、お前、半分、半分。もう、最後、もう、もう、29個までうまく食える。いただきます。お抹茶全然熱くないやん。全然熱くない。熱くないよ。甘くない。普通にブラック、ブラック、ブラックマッチ。ブラックってなんだ。コーヒーみたいに言うな。無糖みたいな。無糖無糖無糖。あ、飲んでください。ブラックマッチ、ブラックマッチ。じゃあ飲んでください。レモンさんちょっとお願いします。あ、わかる。なるほど、抹茶ってこういう味するんだ、本当は。いただきます。もう似合ってる。髪の毛も似合ってる。抹茶の CM の人。CM 来るぞ。コメントしないで CM。
いい苦味、大人の味。なるほど、ありがとうございます。今日一日やりづれえわ。ありがとうございます。俺抹茶好きだから。うん、俺抹茶本当に苦手。濃いよ、苦手。もうね、お茶の濃いやつ。確かに、お茶の濃いやつ。何、お茶を加えてたら何の。あ、すごい、味が何層もあるよね。何層も飲んでる。何層苦手です。ハーボンも苦手。俺、苦手、うまかったよ。苦手なやつ、うまい。いや、俺も飲めた。いや、すっごく飲めた。こいつも飲めた。すっごく飲めないよ、俺、抹茶。いや、ちょっと飲んでみ。ちょっと、お前が知ってる抹茶の味しない。そう、違う。本当に何層ある。何層もあるんだよ。人に言ってたかもしれないけど、めっちゃ。いや、マジで言いました。どう、ダメだ。めっちゃまずそうよ。めっちゃまずそうでしょ。ダメだ。たこ焼きでーす。わーい、たこ焼きマントマンだ。たこ焼きや、浅草屋のやつらしい。浅草名物だね。よ、浅草。いいよ、絶対浅草名物やんな。へいよ、浅草名物ギヨン。味出してるよ。いやー、熱そうやな。いやー、おいしいね。うまい。ソース衣だ、これは。熱い。あ、いけるでしょ。厚焼きマントマン、厚焼きマントマン。そこまでマントマン。程よきマントマン。うまい、うまい。熱そうだな。マントがうまい。めっちゃぶってる。あー、これ、箸見てる。何よ。この手は何。いや、女形。お接待。お接待してれば。膝、膝そうだ。こうやってるからね。膝こうやって。こうやって。これ、こうやってやる。こうやってるからね、接待。あ、あ、来た、やばい。あっ、あ、美味しくなった。全部やばいね。あ、次行け、ゴー。あっす、熱いよ、これ。熱くないよね。あー、うまっ。なんだよ、3ヶ月ぶりの飯。一発で、あげよ、あげよ。いや、もうお前絶対やばい。絶対もう、なんか液体出た今。液体、よだれ入ったよ。液体出たよ今。怖いんだけど、本当に。怪物だ、怪物。怪物。怖いんだよ。顔赤。怪物。粉っぽくないね。そう。あ、まだとろみがすごい。あ、そう、一口。映えてるわ。締めの一言。もう。もう。これ何ですか、京平さん。これはね、浅草の超名物、メンチカツってことです。メンティーのカツ。浅草といえばメンチカツ。ここが超有名。見たらしついてる。浅草メンチが有名なだけだから。そう、浅草メンチが有名なんです。お前かぶってんだよ、俺。さっきから俺らほんとする。うわ、これすごくない。めっちゃジューシー。やばい、半端ない。超ジューシー。こんな反応マジで。肉汁が、肉汁すごい、これ。じゃあみんないただきますか。これは期待できる。肉汁とかマジで。うわ、やば、超ジューシー。うまい、うまい。肉汁、おー、持ってきた。おい、ふざけんな。うまかったわ。ふざけんな。これうまいやつだよな。うまかったわ、これは。これちょっと半分こしよう。おい、ふざけんな。おかしいだろ、俺たち食わせる。全部肉のジュース。肉のジュース。これ肉のジュースですか。肉のジュースです、これは。そのぐらい肉汁がすごい。マジだよ、肉汁半分。うまいね。甘いですか。子供いねえわ、お前。あ、動いてる、動いてる。動いてねえんだ。普通にやってるよ。なんか面白くなくてごめんなさいね。似合っちゃうんですよね。ただただ似合ってしまう。またイケメンっていうコメント増えちゃうね。もうぶっ飛ばすよ、お前。マジでいい加減しろよ、お前。めっちゃキレてる。お前ブスが寝てくれ。どうですか、皆さん。かっこいいでしょ。知ってます。コメントが荒れてる。荒れてねえ。かっこいいってことでいっぱいですね。荒れてる。かっこいいね、京平くんって。暑いって。暑いってなんだよ。常にマスクはつけるかな。かけんな。隠してねえか、お前。俺したくねえ、マスク。マスク、サングラス。じゃあ俺は整形のために働くよ。もうしたく、もうバカにしてるよね。俺の顔ね。こんないい顔してる。整形するならどこしたい。え、まずここ。したいんじゃん。もうコンプレックスあるやん。すぐ出てきたな。まずって言ったからね。まずとか言ってた。まずって。やべえ、一緒に遊んでんの。いや、いつもはあの口も聞かないです。カメラ回ってないで喋んない。嘘つけよ、お前。めちゃくちゃ喋ってるよ、いつも。めちゃ喋ってるよ、お前。ちょっとさっきいじりすぎちゃってごめんなさい。違う。これ撮影用じゃないのよ、この絡み。いつもしてるじゃん、全然喋んない。喋ってるやん。カメラ向けられる。よくないよ、そういうの。さっきのぼーっとしてる姿が素やろ。素じゃねえよ、お前。ほんと、恥ずかしくて一緒に住んでるとは言えない。いや、住んでるし、めっちゃ喋ってんのよ、お前ら。なあ、喋るやん、普段。川瀬です。お願いします。
いいじゃん。いいよ。ちょっとあれ、合コン行こうぜ、これ。合コン行く。あれだ、その、うん。相席や、相席や。相席や行く。いや、怖いよ、相手からしたら。ネタ用意だけど。ネタ用意じゃねえ。こんなもん。みかんですか、お前らがネタに走れ、お前。俺は引き立てろ。いや、この顔を持ってネタに走らないの、ちょっと。ふざけんな、お前。ふざけんなよ。